どうもこんにちは、ミガスです。ちょっと今ですね、うちの LX が1ヶ月経ったんで初回点検に入れてるんですけど、その間にちょっとね、この UX の試乗車をお借りして、今ちょっと乗ってみてます。ジェイコさんの車を探すにあたってですね、一応候補にこの UX も入ってるわけなんですけど、トヨタの CRV だっけ ?CHV だっけ、あれの、まあ、レクサス版なんですかね。まず第一印象はですね、まあ、コンパクトカーに属する、大きさだと思うんですけど、まあ、質感は素晴らしく高いです。コンパクトカーとは思えないぐらいの質感。もう、ダッシュボード関係でもですね、なんかもうこことかなんか革みたいな、何この、滑らない、ツルツルじゃない感じで柔らかくて、で、ちょっとこうヘアラインが入ったパネルが使われてたりとか、すごい質感高いですね。で、エアコンの吹き出し口もこの、なんていうのかな、チャッチくない感じ。うん。素晴らしい質感でございます。で、これメーター、液晶なんですね。針ないんだ。針はこのガソリンと水温計だけ針。なんだそれ、なんでだ。あとは全部液晶で、多分いろいろいじれるんでしょうけど、まあちょっと使い方がわからないと。今のね、新しいデザインのレクサスのステアリングと。あ、ちなみにこれグレードが、なんだっけ、ハイブリッドのバージョン L っていう、一番上のグレードなのかな?まあシートもね、メモリーが3つついてたりとか、もちろんエアコンは左右独立だったりとか。あ、でね、まあ今、待ち時間とかね、これなんか変な表示出てますね。スピードメーターじゃなくて、道路標識読み取って制限速度とかも一応出てるんですね。なるほど、ハイテクだな。まあ、このあたりなんかちょっとメルセデスを連想させるような感じもありますね。ほら。で、この、足回りなんですけど、ですね。まず一つ目に乗り心地が素晴らしくいい。で、どういう風に乗り心地いいかっていうと、まずまあ、突き上げはもちろん来ないですね。で、突き上げは来ないんですけど、芯はあるんですよ。だから、まあ、減衰の立ち上がり方としてね、スンと最初の早い動きの時はスンって動くんだけど、でもしっかりダンピングは効かせてあるような、そんなイメージですかね。だからまあ、でこぼこ道行ったら結構こう揺れる感じにはなるとは思うんですけど、ダンピング自体は効いてるんで、そのドンブラックはしない、スンって吸収してスッと収まる、そんな感じですかね。うん。まあ、普通に街中走ってる分には乗り心地悪いなこれっていうのはまずない。結構、こう、上質な乗り心地と言えるんじゃないかと思います。コンパクトカーとは思えない。まあ、ナビ関係はね、まあ、うちの LX と、まあ、ちょっと大きさがちょっと違いますけど、まあ、同じですね。まあ、アナログ時計がついてたり、質感はすごく高い。何しろ質感は高い。ここら辺の造形とかも変わってますよね。こういう形とかかっこいいですね。うん。で、あ、そっか。ここはやっぱり、このタッチパッド、トラックパッドというか、これの方がやっぱり使いやすいよな、間違いなく。ね、うちのはね、ガコガコ動かすやつなんで、これは使いやすいわ。はい。で、ガソリンモデルはこれ四駆ないんですよね。ハイブリッドで後ろが電動の四駆しかないといった感じですかね。でですね、まあ、さっきちょっと乗り心地の話したんですけど、段差吸収っていう部分では今言った通りなんですけど、これねボディ構成結構なもんだな。まず段差を吸収する時の素早い動きっていうのはスンって吸収するんですけど、こうハンドルをグッて切った時は素早く減衰立ち上がってるんですよね。いい足してんな、これ。これ F スポとかだともっといいっていうことだもんな。で、その、まあ、ハンドルクッて切った時に、スッと減衰は立ち上がるんだけど、
なんつったらいいんだろう、ボディがそれに対して遅れを取ってしなるっていうことがないんですよ。スンって動いて、スンって動いて、ガシッとちゃんとボディがついてくる。これは大したもんだ。今みたいな、ちょっとハンドルをクニクニしただけでそれがわかるっていうことは、これはもっと荷重が乗ってね、もっと力がボディにぐーっとかかった時とかにも、なんていうんですか、そういう歪みとかが出にくいっていうね。そういう車なんですね。これはいいぞ。まあ、下半分は、まあ、いわゆる普通の樹脂のね、パネルっていう感じはするんですけど、で、足元結構広い。ここでかい割に足元は結構広いです。置くだけ充電とかありますね。あ、ここも広いんだな。はい。そんな感じですよ。で、まあ、静粛性、まあ、ハイブリッドなんでエンジン止まってればもちろん全然静かなんですけど、ちょっと静粛性ですね。これに関しては、まあ、さすがのレクサスとは言ってもですね、まあ、車格が車格なんで、まあ、そんなに静粛性が高いっていう感じではないんですけど、それでも、まあ、普通の同じ2リッタークラスの車と比べれば、かなり静かな部類に入るんじゃないかと思います。ちょっと読んでくるでした。加速は十分、必要十分な加速をしてくれます。結構今ここね、道悪いんですけど、さっき言った通り乗り心地よくて、で、まあ、ハイブリッドなんですけど、即座に加速もしてくれるんで、レスポンスもよく走ってくれるんで、合流だったり追い越しだったりとか、そういった部分でも非常に乗りやすいんじゃないかと思います。これジェイコさん、これすごくいいよ。でね、なんかこう包まれ感もあって、なんかこう、なんだろう、守られてる感じゃないんですけど、ドアとかちょっと高めなんですよね。だからこう肘かけて運転するっていう高さではない。女性の場合はちょっとね、椅子上に上げて運転した方が見やすかったりもするのかもしれないですね。でボンネットは一切見えない。前に出てやっと見えるかなみたいな感じかな。まあ動きがいい。ロールもあんましないんだな。これはいい車だわ。知らなかったわ。すっごいいいわこれ。でロードノイズ、そんなに聞こえないな。踏めばエンジンの音はちょっとブーンっていうのは入ってきますけど、いや、だいぶ静かなブルーに入るな、これは。やっぱり、かなり静か。もうアルファードとかとあんま変わんないんじゃないのっていうぐらい静かですね。直進安定性もいいな。ただね、ちょっとね、ブレーキのタッチがちょっとふかふか系な感じはあります。効くんですけど、硬質なタッチじゃなくて、ふにーんって踏めば踏むほど効くんですけど、ふにーんっていう感じ、こうガシッとしたところを踏んで、その強さで制動力を変えるっていうよりは、ふにーんっていう、その踏みしろで制動力変えるみたいな、なんかそんなタッチですね、これ。いや、ほんといいわ。乗り心地もほんといいわ。静かだし、これ長距離でも全然疲れないし、この肘掛けの高さも位置もビタッとくるな。でシートは結構こう、バケットではないんですけど、結構こう包まれる感じもあるんで、こう横地かかってもあんまぶれない、っていう感じですね。はい、ということで、レクサス UX のハイブリッド、こんないいと思わなかった。ちょっと欲しくなってきたな、これ。欲しくなってきました。ヘッドアップディスプレイもカラーで見やすい。はい。そんな感じで、レクサス UX 試乗してみたっていう動画でした。以上です。じゃあ、はいね。
さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。じゃあね。